だ、この異様な雰囲気は。ようこそライムダール国へ。後で大聖堂を訪れるがよい。神竜様の教えについて語って信ぜよう。私はこの流動の守護者を務めるマルファと申します。神竜様のお言葉、本当に聞こえているのですか？せっかく男の子がやってきたのに黙って返しちゃうなんてもったいないし、私と行ってお手合わせ願います。これは痛い。私に任せて。この槍を避けられるかしら。次は誰かしら。我が名はゴアメ、正真正銘のドラゴンレア。近頃我が住処まで死の匂いが漂ってくるのでな、辿ってみればこの町へと行き着いたところだ。これはこの国の問題だ。部外者が口出しするな。俺の両親は妖精に殺された。妖精は俺の仇だ。この国は俺の故郷。敵が攻めてきたなら剣を振るうだけだ。我らを守護する神竜様の審判を、人に化けた妖精を見つけ審判にかけることが私たちの役目では、旅の安全をお祈りしております。神竜様のご加護を福しましょう。我に加護を。光よ、ここは俺が。届けたまえ。これなら行けます。ようこそライムダール国。神竜様への信仰が厚ければ、あの娘は戻ってくる。厳しい寒さと雪や氷の中で暮らしていけるのも全て神竜様のご加護あってのこと。うわっ、これはこれが我が輩の奥の手。我が輩の言葉を聞くがよい。これはこれは旅の方、エンデルの村へようこそ。私はこれから月予想を取りに行ってきます。その可能性もあります。ですがここで弟を見捨てることはできません。任せてください。この配合で大丈夫でしょう。手応えありです。決着をつけましょう。トカゲが喋った。トカゲとは失礼な物言いだな、人の子よ。もう許さねえ。私も本気を出すとしましょう。そなたは世の言葉を疑うのか。魔王である私を倒して姫を救ってみせろ。